僕は。あなた。ずっと。名前。呼ばれてますよ。ジーザスコーリングユー。みなさん。元気ですか。時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサベールのイエス様がいれば大丈夫です。皆さん、こんにちは。 はい、ギノアン選手協会プレゼンツジーザスコーリングユー第249回目の放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた生きていく気力がなくなってしまったあなたなぜ生まれてきたのかが全くわからないあなたとても急いで助けを求めているあなたそんなあなたのための番組です30分間どうぞお付き合いくださいまずはじめにギノアン選手協会 キムトンヨン牧師をご紹介しますキム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されましたある日日本で宣教をしなさいという命令が神様から下ったそうですこの命令に従順されて1994年に来日されました 1998年から沖縄に移られてギノワン聖書教会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられますでは自己紹介をお願いいたしますはいこんにちはギノワン聖書教会の牧師であるキムです今日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますそして本日もミキシングと進行は私 FM ギノワンのできる男キャンがお届けしてまいりますさて本日のテーマですがよみがえりのプレゼント とタイトルししまたさて本日の聖書箇所を朗読してままいいいりたいと思います本日の朗読箇所はピリピ人への手紙第4章の10から18節を朗読してまいります。 私を案じてくれるあなた方の心が今ついによみがえってきたことを私は主にあって大いに喜んでいます。あなた方は案じてくれていたのですがそれを示す機会がなかったのです。乏しいからこそこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。 道足りることにも飢えることにも、富むことにも乏しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって、私はどんなこともできるのです。それにしても、あなた方はよく私と苦難を分け合ってくれました。ピリピ人たち、あなた方も知っている通り、福音を伝え始めた頃、 私がマケドニアを出たときに、ものをやり取りして私の働きに関わってくれた教会はあなた方だけで、他にはありませんでした。テサロニケにいたときでさえ、あなた方は私の必要のために一度ならず二度までもものを送ってくれました。私は贈り物を求めているのではありません。私が求めているのはあなた方の。 霊的なな座に加えられていく実なのです私はすべてのものを受けて満ち溢れていますエパ,フロイドエパフロディットからあなた方の贈り物を受け取って満ち足りていますそれは香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げ物ですではキム先生お願いいたします。ははいこんばんば え今日はピリピの最後のところになっていきますね。それで「よみがえりのプレゼント」というテーマでお話をしたいと思います。最後の手紙の中でパオロは挨拶の中でもイエス・キリストの香りと福音の喜び、真理を示してくださいます。前回も話したようにパオロは主にあって喜びなさいというピリピの教会に進めますが、 今日は出世地だ。私は主にあて大いに喜んでいますよということを告白します。彼の喜びは彼がピリピンの教会から受けた贈り物と関連します。私たちが住んでいるリオという国、沖縄でも正月やお盆になると贈り物を送ってもらって喜んでもう感謝の心を表します。 この贈り物の意味を見ると、今ついに蘇ってきたことと表現をします。パオロについてのフィリピンの教会の関心を表すこと、とても適切な表現だと思います。それは愛の目、蘇りのことであるということです。フィリピンの教会は今日の御言葉に書いてあるように、パオロの必要を 覚えて祈りを持って送ることを捧げてきました。支えてきました。ところがあることでいろいろな地上によって送ることができなかった。しかし今、今ついによみがえてきたということ、この新しく愛のプレゼントが送られてきたということです。パウロはこれをよみがえると。 読みがりという表現をします私も韓国から派遣されている者として時々何にも考えもしなかった韓国からの小包が来ると「えー、これなんだ?」という顔が明るくなって表情が明るくなります。それは私たちを覚えてくださって愛を込めて本当に贈り物を送ってくださりそれをもらうということで 韓国の聖書ではよみがえりというより新しい目は新しい命を意味するように目が出るというそれで私たちにもこのような贈り物が冬に過ぎて目が出るのを見て喜ぶ新鮮さがあるということですとても残念ですけど沖縄では冬のねもう草が枯れてまた春になったらね新しい命が ね、蘇るようにね青い草が出るというのをそんななに感じないですねそのようにパウロはピリピの教会から送られたものを一つ一つを準備して愛を込めてエバブルディドーとして送ってそれをもらった時喜びをまた感謝を豊かに表しているということです。 嵐のような人生の冬を過ごしている人々に目が出るようなよみがえりの贈り物、本当に尊く希望に満ちにあふれたその贈り物をもらうと嬉しくて感謝、死にって喜ぶとパウロは告白しているということです。まさにパウロは論の中で苦しみを受けています。 本当に彼にはいろいろな不便の中で必要なものがたくさんあると思います。それでパウロはその贈り物が、いやこれが素晴らしいというより、その心を受け入れて感謝しているということです。それで私は主にあって大いに喜んでいますよという、 この物事が与えられてこれを感謝して喜ぶのではなくてフィリピンの教会が牢の中で苦しんでいるパウロを覚えて神様の慰めと励ましを伝える尊い通路になってパウロはそれを大きな喜び感激を表現しているということです。 新しい目は神様の限りない恵みと主の助けの愛を切実に感じさせる心が込められた贈り物であるということです。このような贈り物にはいつも贈る人の心が含まれています。愛情が含まれています。その心は中時間の憐れみに浸された心であり、 苦難の嘆きを持っている巨大の痛みを覚える心であるということです。そのような心を持つ人が私の良き隣人隣人であるということです。私たちは弱い立場にいる兄弟姉妹にどのような隣人になっていますか 彼らに大きな喜びを与える愛と親切の寛容の姿勢を持っていますか私たちの周りにはいろいろなことで辛い人生を歩んでいる人がいます。私が彼らに新しい目になる、喜びになる、彼らに本当に神様に感謝があれるような、その 辛い心を神の名めで満たすような隣人になることができればいいなと思います。そのような姿を見る私の心にも喜びが満ちあおれるということです。私たちはその愛を表現してこのような喜びは主にあって味あう喜びであるということです。初代教会の生徒たちには 苦難もたくさんありましたが生徒の間で互いに分かち合う愛の贈り物があって神の名さめをお互いにたくさん受けるということですまたこの贈り物はパウロの苦難に共に参加するということですパウロは苦難を共に分かち合うことは彼らが述,べ彼が述べ伝えるキリストの福音に 共に参加すするということですパオロはこれ私と共に恵みに預かったと、主の恵みに預かったと表現しました。パオロの選挙は、イエス様の地上の命令に従順することであり、従って彼の選挙に協力して助けることは、イエス様の選挙の命令に私も加えてってがう、復讐することになるということです。 神様は福音伝道が一人二人によって広がることを願いません。福音伝道は神様が教会に与える特別な証明であり命令でありもちろん最前線で福音の御言葉を宣言して述べ伝えるが人がいてその後ろで彼らのために祈り経済的に支える人も一応です。 それで出ていく人また送る人という。教会は心を合わせて思いを一つにしてという。ピリピンの二章二節のように、なすべきことは福音天道であり。神様は送る人として送られる人の協力によって、教会のすべてがキリストの福音のために、主にを共に背負うことを 私たちに委ねるということです。福音のために苦しみを受けることは、ある個人の私的な問題ではなくて、教会が共に背負う重荷であるということです。それは重荷だけじゃなくて、素晴らしい義務であり、特権であるということです。またもう一つは、その贈り物には、霊的な祝福。 実りを結ぶとということです中七節であなた方の霊的な講座に加えられていく身なのです。私たちは貯金をするともう私の頭に金額が少しずつ増えていくのを経験します。パウロはピリピの生徒の贈り物を受けて彼らについて願いは単純に経済的に支援するより彼らの天皇子じゃ。 霊的の資産霊的に成長していくことを願うということですキリストの愛の中で分け与えることはいつも与える日の身が豊かになる有益があるということです私たちが小さい心ね、歌った教会賛美の中でね、もう与えるほど与えるほど私のものが豊かになるというような賛美がありました キリストの愛の恵みの中で施す生徒の愛は神様についての感謝の表現であり神様はその感謝することができる生徒にもっと大きな恵みを注いでくださるということですまた神様はその 捧げ物をパオロが受け取って喜んで、主にあって大いに喜んでいますよというパオロが感謝するんですけど、パオロはそれを神様が喜んで受け入れてくださると表現します。ピリピンの教会が送った贈り物は確かにパオロが受け取りました。しかしパオロの手で終わるのでありません。パオロはこの贈り物をそれは 香ばしい香りであって神が喜んで受けてくださる捧げものですと語ります。私が喜んで私が感謝しますよ、本当にありがとうございますというその告白の上にあなたたちが送ったこの贈り物を香ばしい香りであって神様が喜んで受けてくださるものであるということで フィリピンの生徒はパオルに送ったものは本当にパオロを覚えパオロの苦しみを覚えパオロを支えようと送りましたしかし神様はその人たちが送ったそのものその送り物を送る生徒たちの心を受け入れてくださるということですですから分け与える人はいつも喜ぶことができるということです もう助ける時私たちは主,に与え主が与えてくださる主の喜びがあるということです。それで出世中のところを見ますとあなた方は案じてくれていたのですがそれを示す機会がなかったと語ります。この表現を見るとピリピンの教会は本当にパウルの選挙の初めからよく支えてきましたがしばらくパウルに 贈り物をそこには私たちが知らないいろいろな地上があったでしょう。それでエヴァブルドがパオロに来るとき、本当に贈り物を持って来ました。しかしパオロはフィリピンの教会の方に立って彼の状況を理解して、 あなた方は案じてくれた,いたのですがそれを示す気がいがなかったという彼らの立場になっているということです彼らの深いところを理解しようとします私たちは時々相手の状況を知らないままでもう行ってしまうということによって傷を与える時がある しかし、パオロは彼らの深いところで本当に敵ないその彼らの心に立って彼らを十分理解して愛を表現するということです。パオロはピリピの生徒の心を信頼してピリピの生徒がいつもパオロを覚えて祈って関心を注ぐとしてパオロはそれで十分であると告白します。 また相手を対弁するということです。パオロは心を痛めているピリピの生徒にそんなそうする必要はないですよというそれで彼らの地上を代わりにパオロが説明をするということです。彼らにそのような機会がなかったことそれはピリピの教会の弁明のような内容です。 ところがパオロはフィリピンの教会に知らせるように見えます。パオロはフィリピンの教会への弁明は必要ないと彼らを信頼しているという。それでパオロは昔として誤解されるフィリピンの教会のその状況を十分理解し彼らを弁護する、弁明するということです。これは実は簡単ではありません。 私たちはね、少しでもちょっとね、自分に寂しいところがあるときは、もうなんか心がモヤ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 がね、膨らむのが私たちではないでしょうか。ピリピの教会は初めからパオロの選挙に協力しました。それでピリピの教会は、そのパオロに頼れる教会の一つです。その教会を信頼し、 その教会の働きを理解し本当に彼らを弁明するということですところがパオロは大切な福音の働きに支障があるのピリピの教会に責めることなく弁護するこのような姿を私たちが身につける必要があるんでしょう神様は私たちが頼りにしているその支援を ある時は中断する時があります。何でという本当に戸惑いもあります。しかし神様はその道を閉ざす時、私たちに豊かな恵みを注いでくださり、主の祝福を与えてくださり、また弱っているその弱い人のことを思い出すように、理解するように、 チャンスを与えてくださる神様であることを覚えて歩みたいですねありがとうございます。ありがとうございました。えー、本日のお話を聞いての感想なんですけど贈りり物っってやっぱり嬉しいですよね、まあ、でも本当に嬉しいのはやっぱりそのものじゃなくてその相手が思ってくれるその気持ちっていうのはすごく嬉しいって僕も確かにそう思うので。やはりあの何か 物を送ったりとかそういうことをしてますけどやっぱり僕がどういう思いでこれをプレゼントするのかっていうのをいつもやっぱり大事に考えながら相手のことを思いながらあの送るように一応考えてはいるんですけどやっぱりそれうをう気持ちがこもればこもるほど相手の方もやっぱそれがあの喜んでくれると思いますので、まあ、そういった形で選んでいきたいなっていう思いと。 やはり根底にあるこのの相手への思いそういうものをやっぱり大事にしながらこうあ,あなたがどういう環境にいるのかあなたがどういう思いで生活しているのかそういったところにやっぱ心を思いやれるようなあの、まあ、人間でありたいなって改めて思いましたではキム先生リスナーの皆様のためのお祈りをお願いいたします お祈りしましまょう私はすべてのものを受けて道をあおれています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる捧げ物です。天のお父様、パオロはフィリピの教会からエバブルデドとして怒られたものをよみがえりのプレゼント、贈り物として 喜んで受け入れ、主にあって喜ぶと告白します。主は私たちはこのように弱い人を思い出すことができますように、彼らに力になりますように、励ましになりますように、喜び与える隣人として歩んでいくことができますように、そのすべてが主は 香ばしい香りであって、神様が喜んで受けてくださる、捧げ物であると認めてくださることを覚え、私たちは喜びの捧げ物を送り、感謝し、主の皆を賛美して歩んでいくことができますように、助けてくださり、導いてください。言いいすきする皆になにてお祈りします。アーメン。 海が好きだった父、決め手はこの景色でした。真心込めて、誠心誠意提案してくれました。大切な人をしぶ場所、お墓。24時間、365日。三国にご相談を。零一二零三九二七五六。三国株式会社。 ギノワンヒルズ通り、救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット新しいギノワンの楽しみ方がきっと見つかるギノワンヒルズ通りステンマグーからイサ交差点へとつながる坂道ギノワンヒルズ通りに遊びに来てね海が好きだった父、決め手はこの景色でした真心込めて誠心誠意提案してくれました大切な人を偲ぶ場所、お墓 二十四時間三百六十五日ミクニにご相談を零一二零三九二七五六ミクニ株式会社あなたずっと名前呼ばれてますよギノアン聖書協会プレゼンツジーザスコーリングユージーザスコーリングユーお別れの時間が近づいてまいりました。 今日の聖書箇所についてもっと知りたいと思った方はよろしければお電話をくださるか直接教会をお尋ねください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会を開催していますどなたでも歓迎いたしますまた今日食べるものがない夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話ください電話番号は098-890-1350 私たちはあなたのお役に立ちたいと思っています。また、教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から、主に宜野湾市内の小学生を対象としたハレリアアカデミーという名前の子供の居場所づくりもしています。希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのお問い合わせ、ご連絡は098-890-1350、098-890-1350、 ギノワン選手教会ままでお願いいたしますギノワン選手教会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間ですこの番組はあなたのエンドライフにもっと寄り添いたい三ニグループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノアン選手協会キムトン陽牧師ミキサーと進行は私 FM ギノアンのできる男キャンがお届けしてまいりました来週の放送は再放送となっております 再来週また水曜日の午後6時にお会いいたしましょうでは最後にヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れしますシェキナーシェキナー